皆さんこんにちは、マイクです。今回は日産リーフの車内で喜多方ラーメンのカップ麺を作って食べたいと思います。カップ麺を作る際にお湯を沸かすのですが、今回新しくアマゾンさんより調達したグッズをご紹介したいと思います。このように胴体がシリコンでできていまして、蛇腹のように容積が増えたり減ったりします。旅行や何かで使用するのに適しているみたいです。このように伸び縮みします。まずは水を入れたいと思います。一つのカップラーメンなので少量の水を入れます。それではポータブル電源の電源を入れます。そしてポットの電源も入れます。電源が入りました。カップ麺1杯分ぐらいの水ですと約2分程度でお湯が沸きます。このポットの電源なんですけども、電源のコンセントの端子が違うサイズで2つ端子があるんですけども、1つは幅広で、1つは普通通常の 100V のコンセントとなっており、少し戸惑いましたが、インバーターの方の差し込み口が対応していましたので、そのまま使うことができました。沸騰しますとサーモスタットが働いてポットの電源が切れるということで、安心な装置が装備されております。お湯が沸きましたので、カップ麺にお湯を注ぎます。少し多めに沸かしてしまったようで、スープが少し薄めになるかもしれませんけども、お湯をすべて入れたいと思います。少しだけ多く水を入れてしまったようです。それでは3分、スイッチオン。はい、3分経ちましたのでスープを入れたいと思います。
以前福島に旅行に行った時に、震災前なんですけども、喜多方ラーメンの本場の喜多方ラーメンをいただいてまいりました。縮れ麺だったのがを記憶しております。このカップ麺も喜多方ラーメンということで縮れ麺になっております。少しだけ平たい麺で縮れております。スープは醤油味でした。美味しく出来上がったようです。それではいただきます。おじさんが一人寂しくラーメンをする動画など皆さん見たくありませんと思いますので、ここは割愛させていただきます。すごく美味しいです。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。